神並平原吉見南平原の範囲を金色で示す。緑色は昇華平原である。神並平原は台湾南西部に位置する平原である。神並平原は台湾南西部に位置し、地勢は東に高く、西に低い。総面積は約4550平方キロメートルである。神並平原という名前ではあるが、実際は現在の昇華圏、ウリン圏、 嘉義県、嘉義市、台南市及び高雄市の行政区域にまたがっており、台湾最大の平原かつのう行地帯で、学水系、北高系、八手の平系、急水系、素文系、塩水系及びに人系など、河川の堆積作用により形成された重積平野である。東側の山地は有山山脈で、山陸の丘陵地は素文系により分断され、 北側の河吉丘陵及び南側の進化丘陵を形成している。上南平原の特色は、降水量が少なく、日照時間が短く、土地の生産力は、台北、ギラン、台中、昇華の半分に過ぎなかった。また、沿海地区には、土壌の塩分が高い問題もあった。1930年に河南台が観光し、灌漑設備が、 大幅に改善してから、国葬地帯の名で呼ばれることとなった。あとに、政府は長年にわたり水利施設の建設に注力し、現在一体南市だけでも7カ所の貯水池があり、水資源は豊富である。その他機構の要因により、か南平原には、他地域ではあまり見られない、佐藤キビ畑と塩田がある。特に製糖業はかつて輸出産業の主力であり、旅客輸送も行っていた。 東京鉄道にも関連して、か南平原の農村の風物となっている。か南平原は、台湾で最も早くから開発が行われた地であり、よって範囲が広く、複数の県都市にまたがり、そのため、いきなり各地の発展状況ははだ異なる。例えば、昇化県、ウリン県、カヨシ県などの農業県では、人口の流出が著しく、その一方で、台南市及び、 高雄市は人口が100万人を超える直轄市となっている。ありがとうございます。